やっぱり誰の目にもお似合いのカップルだと思うな。誰と誰が？あなたと三郎さんよ。は？ないない。なんでそこが否定するん？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでそろそろ時間的にどうだ、ジローさんがやってきたんじゃないのか。ちょ、あの DJ ゲームみたいなのやりたいんよね。怖っ。怖っ。誰ですか？あ、それで旗っていう名前ってこと？私の仕事場を覗こうとしてるのは見えとんかな。向こうはさ、あれやん、障子の近くやけん、あんなにはっきり映っとんかもしれんけど、こっち離れとるのにわかるんかな、おるって気配を感じる。そういうことなんか。まだ悩んでるのかなんか。さて、あ、おったおった。おったよおったよ。ヘイ、ここに来て驚いただろう。恐竜が歩いてるんだもんな。山の向こう側では恐竜のせいで洗濯物がなくなったり、ご婦人の化粧のりが悪くなったりしてるみたいだね。みんなヒロシが言ったやつ？ま、噂だけどな。化粧ののりが悪くなるというのは一体。DJ ゲームを遊ぶ。かける曲を選ぶ。おすすめは、ひねやま食堂の夕日と足かせになる博士のテーマ。何それ？足かせになる博士のテーマ。ノーマルで。スタート。うん。博士が登場するときにかかっとる曲かな。あ、でこっち？アッソーのテーマ。少しずつ。スタート。てか、リズムゲームかなって思ったけど違うんや。こういう感じ？曲をミックスすることができるっていうこと？それ、うん、ゲームっていうのか。言うのか？わからんけど。まあ、ゲーム。もう夕方。どうやらシロが迎えに来てくれたようです。どうも、帰ろっか。いただきます。いただきます。めっちゃ豪華なやつ。あれやんね、原始時代のやつみたいな、漫画肉的な。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やっぱり誰の目にもお似合いのカップルだと思うな。誰と誰が？あなたと三郎さんよ。は？ないない。なんでそこが否定するん？本人じゃないやん。あんなのなしよりのなし。そこまでひどくないでしょ。え、お姉ちゃん、それってどういう意味？ま、でも昼間話しよる感じではそんな感じでもあったよね。昼間？朝？どういう意味？相手に気持ちは伝えたの？はっきりせんな。おーいおーい。なんでそこでキャップまで照れてるのよ。あれ照れとったんや、表情。てか、なんでキャップ呼びなんやろ。お父さんよね。今更ながら。いい風呂。今日の疲れがいっぺんに吹き飛ぶぜ。てか、星空がめちゃくちゃいいよね。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。嫌です。こえーこえーかけたぞ。なんかあれ、高さ変わった、声の。なんかそんな感じするけど。パパどこにいるか知らない？さっきまでそこにいたんだけど、キャップさんのお相手をしに行ったのかしら。多分いつも通り晩酌じゃない？しんのすけはもう歯磨いた？まだだぞ。じゃあ早く磨いてらっしゃい。今日もめんどくさーい。リアルでは毎日磨くけど、もちろん。おばちゃんが小さかった頃は、よくテレビの中には人が入ってるんだぞ、なんて言われたけど、今のテレビは薄いから、この冗談は使えないな。じゃあ誰が入ってるんだ？誰でしょう？薄い人かな？薄い人。小人とかの方が良くない？きっとね、こっちにヒロシはおると思うんよ。ほら、おった。さてと、明日からの仕事は頑張るぞ。今日は仕事じゃなかったんやっけ？
ねえ、あ、明日から頑張るっていうのは今まで不真面目だったってことじゃないからな。明日からも頑張るぞ。なるほど。まあね、子供は素直にしか受け取らんけんね、ちゃんと訂正しとかんと。違うんだよ、キャップに話しかけたんだよ今。お、キャップ。よしこくんは大変真面目で優秀なのに、なぜうちのような小さな地方新聞社をバイト先に選んだのだろう。この辺に住んどるわけではないってこと。不思議だな。てか今回まだよしこちゃん会ってないよね。まあうちとしては彼女のような優秀な助手がいてくれて大助かりなんだけどね。昼間うちの新聞社に来てごらん。面白い話を聞かせてあげるよ。お、そういえばまだ今回は行ってないんよね、新聞社にも。うん、ぜひ行くよ。さあ読み聞かせでも聞きに行きますかね。あ、その前にねえ、ララコって誰かに似てると思わない？歴史上の人物なんだ。これあれよね、多分前回の世界戦よね、言いよったの。ずっと言いよったの、あれのことやったんやね。ヒヒコやったっけ。あ、それ知ってるぞ。ヒヒ、なんだっけ。ヒヒコよ、ヒヒコ。覚えたよ、私は。声が、ある日、聞こえた。西の高い山の方から、この町にはいろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、隣の食堂を手伝ってる三郎さんは知ってる？彼は、うん、知ってる。一緒に散歩したよ、今日。本当にここだけの話だけど、あの人はすっごい物知りなんだ。でも時々考え事をしていて、卵焼きを焦がしちゃったりするの。なかなか可愛いじゃない。可愛いんかい。ギャップってこと。ならず者に知ってるかい？忍法カレーの銀河さんはもう長いことこの町でカレー屋さんをやっているけど、いつからお店があるのか誰も覚えていないんだ。ほう、不思議だよね。いやでも大体近所とかでもそんなにお店がいつできたとか覚えてないけどな。そんなもんじゃない。え、私だけ？こんばんは。昼間記者が通るので気をつけてくださいね。いきなりやってきました。お、俺も新聞記者だぞ。今回まだ新聞社行ってないって。惑星の熱い記者じゃなくて記者。これあれよね、イントネーションとか全部一緒よね。今いいよって思ったけど、僕は子供の頃から鉄道が好きだったのです。うちの父親がここの駅長だったんですよ、数万年後の。代々ってことは次はカズマくんってことやね。うちの父は毎日毎日朝から晩まで鉄道のことだけ考えていました。すごいです。ティラノサウルス、尊敬してるんだな。名付けられる恐竜。いいことじゃねえか。さあ、そろそろ帰る時間かしら。しんのすけはそろそろ眠くなってきたようです。ご機嫌やね、ひまちゃん。お、ここで新しい絵日記が。中庭前、サブローお兄さんがやってきた。今から一緒に散歩するよ。ケツだけ星人教えよう。教えなくていいよ、そんなの。体樹の下、プラキオサウルスは本当に頭がいい。旗織工房、この辺りの名産品はスイカ。山の下牧場、恐竜が牛を追い払ったよ。通れるようにしてくれてありがとう、ありがとう。なんで2回言ったんやろ。大事なことやけんかな。駅前ステーション、青空のロープウェイ、駅前ステーションと山頂ステーションがあるらしい。山頂ステーションは本当にあるんやろうか。アッソ駅。一郎、二郎、三郎は仲のいい兄弟だ。ワン、ツー、スリー、ブラザーズ。あ、髪型みんな一緒やったっけ？なんか、髪色はまあ、全員違うけんイメージあったけど、髪型もみんなバラバラかなってちょっと思いよった。九州国の遺跡。恐竜の悪い噂は間違いらしい。ほうほう。デマってことやね。忍法カレー。新しいカレーが辛すぎて誰も食べられないなんて、お砂糖入れればいいのにな。これ、そういうことじゃないよね。カレーは、まろやかにするのは卵じゃない？あとチーズとか。食堂。ヨヨコおばちゃんとサブローさん。二人の話が出てくるとキャップさんまで照れている。あれは一体なぜなんだい？今後、自分の息子になるかもしれんけんとかそういうこと？なんかな？中庭青山家。忍法カレーはいつできたのかわからない。てかあれよね。ちょっとした会話がなんかこういうところに記されていったりするよね。覚えておく。なんか大事になってくるんかな、この先。中庭青山家。一郎さんの父さんはここの駅長だったんだ。記者と記者が違うのは後やララコに教えよう。
知ってると思う。確実に知ってると思う。以上かな、今日は。結構盛りだくさんやったね。これはもう新聞記事になるのでは。え、待って。え、ミサエは？え、なんか普通にララコちゃんが寝かしつけてくれよるけど、初めてよね。なぜ？え、なんかそんな話あったっけ？え？はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんなんやろ、次の日に続いて来る話とかやったりするんかな、ミサイがおらんの。謎。唐突。